こんにちは、あなたの理想不動産です。本日、私は都内主要駅の一つ、品川駅にやってきました。都内の移動はもちろんのこと、新幹線に乗れば名古屋、大阪、博多方面に、京急本線に乗れば羽田空港、成田空港に、行くことができるので、出張の時には大助かりの駅です。2020年2月末まで品川駅前には、品立つという、有名店7店舗が入った、ラーメンストリートが存在したのを、皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか？品立つがあった頃は、本来、オフィス街には全く用事のない私も、ラーメン目的で、品川にちょこちょこ来ることがあったのですが、京急品川駅改良工事のため、閉館して以来、めっきり遠のいてしまいました。また復活しないかなぁ、品立つ。などと言っているうちに、今回の目的地に到着しました。こちらが、品川駅徒歩6分の、過去最高立地のほぼホテルのような物件です。左手に映っているのが、マクセル、アクアパーク品川。幻想的なイルカショーでおなじみの水族館です。ここですでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれません。そうです。今回お伺いするのは、なんとあの品川プリンスホテルの敷地内に存在する高級賃貸マンションなんです。ちなみに皆さんは品川プリンスホテルにマンションが隣接してたなんてご存知でした？私は恥ずかしながら全然知りませんでした。敷地内の背の高い建物は、すべてホテルだと思ってました。それでは、マンション内に潜入してみましょう。内装はホテルのよう。っていうかホテルです。完全にホテル。そして本日、お伺いするのがこちらのお部屋です。ホテルらしく、会場もカードキーで。持ち運びも便利。それでは今日も、張り切って行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。意外にも玄関はコンパクトで、段差のないフラットタイプ。そもそもホテルのお部屋の玄関に、段差はありませんからね。マンションのお部屋にもフラットタイプの、玄関が使われているのは納得です。靴箱は上下2段に分かれていて、こんな感じです。玄関ドアの右隣の扉を開けると、トイレ、手洗い場もちゃんとついています。床は全面カーペットが敷かれていて、かすかな弾力が心地いい。そして目の前のドアを開けると、そこは8畳のリビングでした。まさにホテルのシングル用のお部屋を、そのまま賃貸物件にしました。という感じがします。狭からず広からずといったところ、ただ、ホテルと違うのが、リビングの奥にちゃんと本格的なキッチンが備わっていることですね。床を見ると、キッチンエリアだけ、カーペットが敷かれていないので、料理をしても床の掃除が楽ちんです。キッチンは L 字型でかなり本格的。ディスポーザーこそないものの、シンクは大きいですし、作業スペースも広々としています。また、IH コンロの下にはグリルもついていますね。さらに食洗機も完備されているなど、環境は整いまくり。また、ウォールキャビネット、フロアキャビネットともに、この充実ぶりなので、一人暮らしなら食器棚はいらないと思います。冷蔵庫置き場はちょうどシンクの向かいですね。まさにシングル用のお部屋にキッチンをドッキングさせたような作りでした。そしてこの大きな窓からは、品川駅前を一望することができます。先ほども申し上げた通り、目の前がマクセル、アクアパーク品川です。右手に見えるのが、品川プリンスホテルのアネックスタワーですね。さらに、皆さん、こちらなんだかお分かりになりますか？そうです、東京タワーです。なんと建物の隙間から、東京タワーが見えてしまうんです。これはなんともラッキー。いや、豆粒程度やん。と思ったそこの、あ、な、た。
確かに映像では豆粒程度にしか映っていませんが、この場に立って肉眼で見ると、このぐらいのサイズで見えますので、結構存在感ありますよ。友人に、俺んち、窓から東京タワーが見えるんだぜ。と言ってもギリ許される範囲です。昼間の撮影なので、夜の東京タワーがどの程度輝いて見えるかが、わからないのがちょっと残念なところ。もしもこのお部屋のことが気になった方は、昼と夜の合わせて2回、内見にいらっしゃることをお勧めします。と、ここまでお部屋をぐるりと見てきましたが、皆さん、本当は心の中で、こんなことを思ってはいませんか？品川プリンスホテル系列の、高級賃貸マンションにしては、ちょっとインパクト弱くね。と、また同時にこうも思ったはずです。まあ天下の品川駅前だし、こんなもんか。と、確かに品川プリンスホテルと聞いて心躍った状態で、この8畳のリビングを見たら、大きめのキッチンと窓は嬉しいですけど、ちょっとがっかりしますよね。その気持ち、わかります。ですが、ご安心ください。このお部屋、なんと2階があるんですよ。さすがシナプリ。こちらの期待を裏切らないぜ。ではでは早速登っちゃいましょう。2階にやってきました。このフロアはどうやらライトが外されているらしく。ちょっと薄暗いですがご了承ください。階段を登った先にはクローゼットがありました。物置かな？と思いきや、パイプが通っているので、どうやらここで服を着替えるっぽい。マジか。ここ通路やん。部屋じゃなく、通路で着替えさせるスタイル斬新すぎ。着替えの最中に足を踏み外すと、1階に転落するので、足元には気をつけましょう。こことは別に、クローゼットがついていることを祈ります。向かいの壁に何やら、細長い扉がありますね。開けるにはまず一度ポチッとな。で、取っ手が飛び出てきます。中は縦3段のコンパクトな物置でした。続いて通路左手のドアを開けてみます。あ、1階とほぼ同じ作りのトイレですね。これで、2階にいる時に、わざわざ1階の玄関付近まで降りずに済みます。夜中に突然尿意で目覚めてしまった時なんて、わざわざ1階に降りるのも、だるいですから。ここにトイレがあるのは、ありがてえ。マジ感謝。そしてその先。右手が水回りです。洗濯機置き場がない分、脱衣所がめちゃくちゃ広い。洗面所もかなり余裕のあるサイズで使いやすそうです。お風呂場は、タワマンのものに比べると、浴槽、洗い場ともにやや狭いですが、だからといって、窮屈、と感じることはないでしょう。十分使いやすいと思います。水回りの向かいには、洗濯機置き場が別途用意されていました。水回りに洗濯機置き場がなかったので、てっきり洗濯はマンション内にある、コインランドリーを使うパターンかな、と思いきや、ちゃんと用意されてました。ちなみに洗濯機置き場は、こちらの扉でしっかりと隠すことができます。突き当たりに現れたのが、てあれ？なんかこの部屋、1階のリビングよりも広ない？こちらの寝室は14畳。リビングより6畳分も広いやん。6畳と言ったら部屋1つ分ですからね。リビングより寝室の方が広い部屋って、前代未聞じゃありません。これならいっそのこと。リビングには、ダイニングテーブルセットだけ置いて、食事の時だけ1階に降りて、あとは基本2階のこの部屋にいる。って感じの方がくつろげそう。この広さがあれば、ベッドもソファーも丸ごと入りますしね。なんて話をすると、2階にベッドとソファーを運ぶ羽目になる、引っ越し業者さんが若干かわいそうではあります。ただ、一度ここに持ってきてさえしまえば、お部屋自体、シンプルながらも清潔感がありますし、かなり快適な生活が送れることは、間違いなさそうです。引っ越し業者さん、ファイトです。
また、こちらのお部屋も、リビングに負けじと窓が大きく、しかもちょうど南向きなので日当たり抜群。この曇り空の日に、これだけお部屋が明るいことからも、このお部屋の日当たりの良さは、お分かりいただけることでしょう。本当は晴れの日に来たかったけどね。悔しいです。窓から見える景色はこんな感じ。オフィス街として有名な品川ですが、こちらの窓から見えるのは住宅街としての品川ですね。品川の駅地下に、こんなに住宅街が広がっていたとは驚きです。もう一度お部屋を見渡してみましょう。エアコン照明ともに天井を埋め込み式で、すっきりしていることに加えて、本来、これだけの広さの寝室ならあるはずの、クローゼットがと払われているため、めちゃくちゃ開放感があります。リビング以上にリビングですわ。床が全面カーペットなのも、高級感があっていいですよね。何より冬も足が冷えずに済みます。では、続いて来た道を戻って、突き当たりにある、階段の隣にあったドアを開けてみましょう。お引越しはあなたの理想不動産で。なんとなんと、こちらにはタワマンと同レベル並みの大きさの、ウォークインクローゼットがありました。よかった。先ほどのバカ広寝室にも、クローゼットがなかったので、クローゼットは階段を登った先の、小さなものしかないのかなぁと、そこが唯一の心配ポイントだったんですが、ここにこの規模のクローゼットがあるなら、完全無欠ですわ。っていうかこの広さ、この前訪問した激狭物件と、同じぐらいの広さがあります。つまりこのウォークインクローゼット、完全に人が住めます。こちらの寝室は約12畳あるようです。先ほどの14畳の寝室に比べれば狭いですが、こちらも例のごとくリビングより広いんですよね。いやはや、リビングの立場がないですよほんと。こちらの部屋だけウォークインクローゼットがついているので、ここが寝室ということになるんでしょうか。でも、先ほどの寝室の方が広いんですよね。なんだか不思議な作りです。ここを寝室にするなら、先ほどのバカ広ルームは何に使えばいいんだ？もしかして、1階がダイニング、さっきのバカ広ルームがリビング、そしてこの部屋が寝室という感じに、分けて使うのがいいんでしょうか。一人で暮らす分には若干めんどくさい気もしますね。いっそルームシェアをしてしまえばいいかもしれません。それぞれ広い個室がありますし。部屋と部屋の距離が離れているので、ドアさえ閉めてしまえばプライバシーも、しっかり守られそうです。そのぐらい、一人で暮らすには、ちょっともったいない物件かもしれません。なお、このお部屋は、1階のリビングのちょうど真上に位置するので、見える景色はほぼ同じです。もちろん東京タワーも見えちゃいますよ。こちらのお部屋もエアコン照明どもに埋め込み式です。さて、14畳の広さのあるお部屋と、大きなウォークインクローゼットがついていて、窓から東京タワーが見えるお部屋、あなたならどっちを選びますか？それぞれ良さがあるので、なかなか悩ましい選択ですよね。お部屋の紹介は終わりまして、今度はエントランスにやってまいりました。宅配ボックスでかすぎ。これは便利。っていうかこのエントランスの広さ、やばない？せっかくなので歩いてみましょう。タワマンでもここまで広いエントランスは、そうそうお目にかかれませんよ。果たしてこの先には一体何が待っているのか？ふう、空港のロビーかと思いました。部屋ごとのロッカーがありました。あまり利用することはなさそうですが、あると嬉しい。その先には駐輪場用エレベーターがありました。こちらがフィットネスルームです。エントランスから外に出ました。あたりを見渡すとお分かりのように、右手には品川プリンスホテルがあります。左手に見えるのが、マクセル、アクアパーク品川です。そしてこの一帯は、ショッピングモールにもなっているので、
家から出て秒で買い物が可能です。さて、ここで皆さん。今回のこちらの物件のテーマは覚えていらっしゃいますか？え？忘れた？そんなの知らん。いやいや、もう一度思い出してみてください。過去最高立地のほぼホテルのような物件ですよ。で、お部屋の中身は先ほどの動画で、ほぼホテルだったことがお分かりいただけたと思います。となると残っているのが、過去最高立地のという部分ですよね。それではここから、こちらの物件の立地がどれだけ神がかっているかをご紹介していこうと思います。うお、メルセデスベンツのレンタカーやんけ。自宅から徒歩1分以内に、ベンツに出会えるとはすごい体験です。セリアや松木ヨガメと花の先にあるのも、助かりますよね。そしてこの品川プリンスホテル N タワー脇の歩道を、先に進むと、映画館のTJプリンス品川、水族館のアクアパーク品川、ライブホールのステラボール、といったアミューズメント施設に、さらに高輪テニスセンター、高輪ゴルフセンター、というスポーツ施設まであるなど、まさに至れり尽くせり。自宅の近くにショッピングモールがある物件は、ちょこちょこありますけど、それに加えて水族館や映画館、ライブホールまでついている物件というのは、なかなかありませんよ。一度ここに住んだら、私生活が充実しすぎて、よそに引っ越せなくなる可能性、大ですね。この時点でも、すでに十分立地としては、素晴らしいことがよくわかると思うのですが、最後にダメ押しで、この立地の神がかりポイントを、もう一つご紹介します。なんとこのショッピングモールを抜けると、もう、目の前が品川駅。通勤通学にも便利。というか便利すぎます。私が過去最高立地と申し上げたのも、ご納得いただけたんじゃないでしょうか。そうです。なんとこちらは、マンションの目の前がショッピングモールになっていて、少し歩けば映画館や水族館といった、レジャー施設がありつつ、ショッピングモールを抜けると、マッハで品川駅にたどり着くという、恐るべき好条件の物件だったんです。さらに、品川駅には、エキュート品川やアトレ品川も、入っているわけですから、買い物で困ることはほぼないと言えます。スーパーで食材を買いたくなったら、アトレ品川3階のクイーンズ伊勢丹がありますし、駅前を軽く歩くだけで、何でも揃っちゃうんですよね。品川というとザ・オフィス街という印象が強いですが、駅前にいろんな施設が固まっているので、意外と暮らしやすいということが、お分かりいただけたのではないでしょうか。今回お伺いしたのは、品川駅徒歩6分の、過去最高立地のほぼホテルのような物件。間取り図がこちら。さすがの家賃ですが、過去最高立地なので仕方ありません。一人で住むとなかなかの出費なので、ここはぜひルームシェアで暮らしてみるのも、いいのではないでしょうか。あ、ちなみに楽器相談可能なので、防音もしっかりしています。これからも当チャンネルでは、奇想天外まか不思議な物件を紹介していきますので、一風変わった物件と出会いたいという方は、チャンネル登録グッドボタンをお願いします。また、どれだけ物件を渡り歩いても、一向に成長する気配を見せない運営者への、叱咤激励のコメントもお待ちしております。このチャンネルで紹介しきれない、ガチの有料物件を知りたい方は、チャンネル公式インスタグラムをご覧ください。Twitter でも最新情報をつぶやいていますので、お暇な方はそちらもどうぞ。本気でお引っ越しをお考えの方は、概要欄からあなたの理想不動産公式 LINE を追加してお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画でお会いしましょう。